リアプライド、ガリアを一番愛する人たちへ。 JOZZ6AQFM Ditch FM。 ガリアを一番愛する人たちへ。ガリアプライド。私たちの住む刈谷市、世界的な企業があり豊かな自然もある。常に新しく変わりながら古き良き伝統が残る街並みにほっとする。この番組は我らがふるさと刈谷について24人の大人が語る番組です。毎週刈谷で活動されている方が登場し、前半は火曜日、後半は金曜日の2回に分けてお送りします。刈谷プライド、刈谷を一番愛する人たちへ。今回は誰の刈谷愛が聞けるのでしょうか。刈谷プライド、刈谷を一番愛する人たちへ。この番組は革文株式会社の提供でお送りします。自分の暮らす街を誇れる人は幸せだ。例えば刈谷市銀座、ここは家康の母於大の方のゆかりの地であり、万土祭りで知られる城下町。この国の自動車産業のルーツとなったエリアでもある。そんな歴史と文化の街が生まれ変わる。マーケットや保育園、福祉医療施設ができ、その中心には刈谷市最高層のタワーレジデンス。それは私たちの新たな誇り。さあ、刈谷を一番愛する街づくりへ。エクセルグランデ刈谷銀座タワー、各分から。刈谷プライド、刈谷を一番愛する人たちへ。刈谷プライド。刈谷プライド、刈谷を一番愛する人たちへ。第20回はこの方です。刈谷市赤十字法師団院長の笠松信子でございます。よろしくお願いします。刈谷市赤十字法師団は昭和25年に結成され、現在は団員およそ300名で活動しています。笠松さんは婦人会をきっかけに刈谷市赤十字法師団に参加、単独法師団になった平成17年から委員長を務めています。まずは刈谷市赤十字法師団の主な活動について教えてください。活動というのは自主防災会とのコラボしていることが多くて、地域は地域で守る、そしてその活動をするには自分の命、家族の命守ってからの活動だよねということで、その活動をするためには赤十字の人道奉仕という心を持って地域に貢献しようということで活動しております。笠松さんがボランティア活動をし始めたきっかけを教えてください。私は碧南で昭和19年に生まれたんですが、で結婚して46年の時に刈谷に住みました。姑がおります。で病院へやっぱり連れていくわけですよ。それが平成6年の5月頃におばあちゃんを送っていったら、1日看護体験があって、看護師さんのことを教えますというビラが貼ってありました。なんか勉強させてくれるならと言って行ったのが刈谷トヨタ総合病院の UI の会ができるきっかけです。で結果的に UI の会が平成16年の5月12日に1日看護体験があって、6人のメンバーでしたかね、男の人と女の人が3-3ぐらいだったと思います。で手伝って大変だなっていうことを思いました。看護師さんにやはり感想文を残したときに、何か病院でお手伝いできることがあったりという言葉を残したことがきっかけで、友愛の会が発足するきっかけとなりました。友愛の会を設立するときにアドバイスがあったそうですね。刈谷市社会福祉協議会のソーシャルワーカーの浅野正志先生ですね。その方が、じゃあ私たちがズブの素人が入るのにどうしたらいいかみたいな、そんなお話があった。病院のものを壊したらどうした、病院病気になったらどうするんだ、誰が面倒を見るんだみたいな、そんなことのコーディネートも社会福祉協議会と
からの刈谷総合弁で話し合いしてもらって、でユニフォームを整え、名前をつけの5人で発足をしたという、本当にありがとうと言ってもらう。私のボランティアのベースは刈谷豊田総合病院の友愛の会です。友愛の会は刈谷豊田総合病院でどのような活動をされていますか？外来の方が朝9時から11時半まで受付があります。玄関に見えた時に車椅子のご利用の人は車椅子のご利用してもらったり、から場所案内をしたりとか、お困りごとを看護師さんに取り次ぎをしたりとか、取り次ぎですね、はい。刈谷市赤十字奉仕団は平成17年に単独奉仕団になる前は婦人会が兼任していました。単独奉仕団になったきっかけを教えてください。もともと刈谷市婦人会は昭和25年で市政と同じだけの創立の歴史がございます。でそれは刈谷市婦人会の行事と赤十字奉仕団として依頼されることが、まあおよそ決まっていたんですね。少なかったんです。だから合同で兼務でできたんですね。やってた中にはベトナム難民の人たちの見舞いであったり、いろんなことを歴代の会長さんはされています。で総合防災訓練にお手伝いをするとか、そう多くはないですよね。でも1年に1回赤十字の総合防災訓練の時に何か研修会をしてもらっていたようです。車椅子のこととか救急法のことの指導をしてもらっとったみたい。だからそういうことを都合が悪いと断るじゃないですか。それは私の年度でもったいないなと思ったわけです。なぜ単独になろうかと思ったのは、じゃあ現役にやらせるが悪いんだよね、終わった人でやればいいじゃん、それで希望者を募ろうよって言って、そうして終わった人に頼んだらたくさん応募してもらった。ですから現実今でも歳末の助け合いの時、海外助け合い募金義援金なんかに一回お手伝いをしてもらったり、私たちが一日防災訓練といって赤十字がどういう訓練をしているかをご覧いただくっていうのが一年に一回あるんですね。でそれをご覧いただいて、よかったら私たちの仲間になってっていう問いかけをしながら年度にやってもらって、それでその婦人会大会の時にお願いに行くんです。どうか来年も私たちの仲間になってもらって、いざという時に地域の助ける人間になろうよっていうことで、チームワーク、ネットワーク、フットワーク、お願い、それを生かして、婦人会の力を生かして赤十字奉仕団を助けて、私たち年寄りがやっていけばいつまでもやってませんから、私たちがやることでつなげていこうということを婦人会さんにお願いしていきます。年会費をもらってユニフォームも買ってもらってやっております、はい。笠松さんは最近まで入院で休んでいる間に気づいたことがあったそうですね。誰がどういうふうにしてくれたかなっていうことを、私は全部が全部、どうもない前はもう全部に言ってありがとうって言ってたんですけど、で地域の人には来年もよろしくねって営業マンやってました、うん、ちょっと自分がこうやって体調を崩して、それも私がやりすぎるのもいかんなと、自分のためでもないし団員のためでもないもんね。そうやってやってねって言って私がつなげることが大事なんだなっていう気持ちだけじゃあかんね。あのね、赤十字奉仕団の人ってね、みんなリーダーなんですよ。地区の会長でどこの1年間仕切ってきた人たちですから、誰にパッてやってって言われたらやれる人たちなんです。すごい人たちです。笠松さん、ありがとうございました。刈谷プライド、刈谷プライド、刈谷を一番愛する人たちへ。第20回の前半は刈谷市赤十字奉仕団委員長の笠松信子さんにお話を聞きしました。次回後半は金曜日、これからの刈谷への期待について伺います。お楽しみに。刈谷プライド、刈谷を一番愛する人たちへ。この番組は格文株式会社の提供でお送りしました。名鉄刈谷市駅から徒歩5分、刈谷市最高層のタワーレジデンスが誕生。歴史ある刈谷銀座が分譲マンションとともに商業一体開発エリアとして生まれ変わる。さあ、刈谷を一番愛する街づくりへ。エクセルグランデ刈谷銀座タワー。
宅文から